こんにちは、ジャンバリライターのゲンです。ライターの丸々の話、なんとこの有名ライターさんいろいろ出てきましたけども、まあネタ切れということで、このジャンバリライターの僕が今日は、まあ、僭越ながらちょっと務めさせていただこうと思うんで、ちょっとこれから何週ですか、6週ちょっとお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずいい機会なので、ちょっと、まあ、僕の仕事というか普段のことをお話ししようかなと思うんですけど、まあ、僕基本的にその、まあ、ウイチさんとか、まあ、有名ライターさんとはちょっと趣が異なるというか、まあ、違った仕事をしてまして、まあ、あのご存知の方もいらっしゃるかわからないんですけど、まあジャンバリっていう雑誌ですね、こちらの方で、まあ、ライターというか、まあ、編集の仕事を、まあ、主にやってまして、まあ、基本その機種の紹介のページとか、まあ、僕がこれ一応責任持ってやってるというか、まあどんな機種を取り上げるとか、まあ、取材を、する段取りとか、まあ、素材の段取りとか、そういうのをいろいろやらせてもらってて、まあ、実際にその機種紹介のページも何機種か担当してやったりするという形ですね。まあ、この辺はあの同じライターである、ジャンバリライターであるジュジュとか、プラとか、その辺もやってる仕事なんですけども、まあ、それをメインに、あと、まあ、ホールさん、ホールパチンコパチスロ、ホール情報誌、ジャンバリはまあ普通のその必勝ガイドさんとかと違って、まあ、攻略誌じゃなく、まあ、ホールの情報を扱ってる、雑誌なんで、まあ、そちらのホールイベントの取材であるとか、まあ、写真とかそういうのを撮って、まあ、原稿を起こしたりするっていう、まあ、ホールの紹介とかですねっていう仕事を主にやってるということで、まあ、番組、まあ、何個か出させてもらってるんですけど、まあ、ジャンバリハンター、5時から男の